こんにちは、池田しおりです。みさきです。はい、本日はこちらの、はい、じゃーん、レブロンから出る3月28日に期間限定で出るこの商品を使って、これからの時期、入学式とか、まあ、卒業式、入学式、たくさん写真を撮ると思うんですけど、ちょっと人より盛れる、映える、キラキラメイクをしてみました。ありがとうございます。はい、はい、ちょっともう小西さん、美咲さんにメイクしてるんですけど、一番誰が可愛かったですか、使ってみて。誰も可愛いんですけど、本当キラキラですよね。うん、やっぱりリップですかね。ですよね。私も使ってみて一番おすすめだったんですけど、このリップで、こっちがオイルリップカラーって言われるもんなんですけど、発色も良くてツヤもツヤツヤになって、あと長時間つけても取れないっていうのがすごい可愛かったんですよね。今日はこれに上からグロス、キラキラも乗せてるんですけど、このグロスを乗せるのが映えポイントなので、そちらも、ぜひ動画でチェックしてみてください。はい、はい、それでは動画スタート。アイシャドウを塗っていきます。こちらは指につけて塗っていきます。一度手にならしてから優しく目にのせていきます。結構発色がしっかりとしているので、下を濃いめに先に塗ってから上に伸ばすイメージでのせていきます。こんな感じです。ハイライトを使っていきます。結構こちらのハイライトはドロッとした質感で、こういう感じで垂れそうになるので気をつけながら、こちらも指に取り、結構柔らかい質感です。で、手にまたなじませて、ほっぺたのここに小さく三角に入れていきます。で、鼻筋にも入れていきます。全部塗るのではなくて、上の部分と鼻先だけ塗っていきます。で、顎にものせていきます。とこの目のくぼんでるところにものせていきます。リップオイルをつけていきます。こちらオイルですごいみずみずしくて、発色もとてもよくて、色も今流行りのちょっとこういうベリーブルー、ん？ベリー色をしています。これ一本でも本当にいいぐらい発色が綺麗でみずみずしいです。時間が経てば経つほど少し色がふわっとまた発色してくれるリップオイルです。次にリップグロスを口の中央にのせていきます。こちらはすごいラメが綺麗なので写真映えもするかなと思います。口の中央にしっかりのせていきます。